では内装見ていきます。ドアトリムちょっとここレカロのこのサイドが当たっちゃったんですかね、擦れてます。そんなに目立たないですけど、ドアトリムはまあそこぐらいですかね。他は特に綺麗な感じで、スカーフプレートなんかもこんな感じで綺麗です。こんな感じですね。でシートがですねレカロの RSG でしょ、 RSG が入っております。綺麗ですねレカロシートも。で、助手席側は、レカロの、繊維バケットが入って、まあ運転席とカラーを合わせているような感じで、助手席はリクライニング機能がついている繊維バケットタイプといった感じですね。でステアリングなんかもね社外品が入って綺麗な状態です。 NSX ホーンですかね。でシフトノブがこんな感じで綺麗で、ブーツ周りとかもね、とても綺麗な状態です。でダッシュボード上はパイオニアのツイーターが、ついているぐらいかな。他は特になく、まあ乗り跡とかもないですね。でよいしょ、オーディオはですね純正の CD-MD デッキです。でまあこの辺りはですね、ドリンクホルダーにこれガラスホールの熱線を、こちらの方にボタンをね、移植してる感じですね。ハードトップの時の、ボタンですね、熱線、それをこちらに移植してる感じですね。よいしょ、ちょっとこんな感じ開けてみましょう。ロックナットですね、これが入ってます。はい、ちょっとエンジンかけてみましょうか。エンジンの、ね、かかりは非常に、スムーズでスパッとかかります。ふかしてみます。フィールズの駅マニと無限のマフラーが入っているので吹き上がりは非常にいいですね。よいしょ、では、助手席側を見てみましょう。はい、助手席のドアトリムです。まあ、特に気になるところはないですね。スカーフプレート周りもこんな感じになっております。まあ、内装もね全体的に非常に綺麗で、かっこよくまとまっているなと、いった感じです。以上内装でした。